日本から提供されたワクチンの返礼の意味が込められています。台湾は日本に対し、血液中の酸素濃度を測るパルスオキシメーター1万個と酸素濃縮器1008台を寄贈すると発表しました。日本はこれまで合計390万回分の新型コロナワクチンを台湾に提供していて、このワクチンに対する返礼の意味が込められています。 菅総理大臣は自身のツイッターに必要とする現場で大切に使わせていただくシェイシェイ台湾と投稿しました。